どうも、スクエアスカーです。では、今回もファイナルファンタジー零式の実況プレイをしていきたいと思います。危ない危ない、今一瞬あの伸び旗の実況をプレイしたいと思いますって言おうと思った。危ねえ危ねえ。皆さん伸び旗ではありませんよ、今回はね、零式ですからね、ちゃんと今回は。はい、前回から始まっております、まあ、帝都脱出戦なんですけども、はい、またしてもエースがお亡くなりになりました。てか前回も前々回もエースやられてた気がするんだけどな。この実況動画でエースってやられ役なのかな。まあまあ、零式においてエースはまあ全キャラクターの中でも特に主人公ってイメージがあるんですけども、この実況動画でのこの立場上じゃな、そう読めるかもどうかも怪しくなった気がするんだけど。まあいいや、では今回はまあ脱出劇の続きとなります。好きに暴れろ。期待に応えます。ではやっていきますか。やっていきますか。だけどどこ行けばいいのかな。まあ道なりといえばこの階段かだね。下だ、下にいるぞ。死んじゃダメ。来た来た、餌が来たぜ、屋上の餌が来たぜ。さあやっちゃうぜ今回も。プロテストを発見しました。何がテロリスト。ファントムを貸して待て。キャッキングか。いいから下がれ。ファントムを貸して。よし、OK。では行きましょう。うわ、なんかバイク、車来たけど。さあ来い。来い。OK、ロックンロール。増援が現れないうちにファントムを貸して。オッケー。うわ、なんかいるやんけ。オッケー、いいね、ロックンロール強いね。山猫を放て。何、や、山猫って、あ、食われることか。では先に進んでいきたいわけだが、あ、こっちか。あ、なんか来たな、あれ前も見たな。ロックンロール、いいね、ロックンロール。覚悟はできてるぜ。あ、レムさんに戻っちゃったか。好きに暴れろ。期待に応えます。では先進んでいきましょう。あ、なんだ、なんか雰囲気が今までと違うような気がするんだけど。あ、何あれ、皆さん見えますか。奥に見えたのがうねうねした、あれ何あれ。なんか今までの雰囲気もだいぶ変わってきたな。ちょっとイフリート準備しておきますか。死んじゃダメ。何あれ、ちょっとイフリートを用意しておきましょう。なんだあいつ、行ってみますかとりあえず。あ、なんかよくわかんないけどやりましょう。赤の魔神、貴様らのせいでクンミ様が戻ってくる。あれあれあれ、この敵、あれあれ、この敵ってまさか、え、この敵なんかどっかで見たことあるぞ。かのガードスコンピオンだね、これ。はい、これがそのガードスコーピオンですね。いやー、それにしてもな、やっぱりさっきのあの白虎のあの兵器とこれ似てるよね。まあ開発側がガードスコーピオンを意識してあの兵器を作ったのか、それともたまたまあのような形になったのか分かりませんけども、まあこんな感じであの兵器とガードスコーピオンは似てるということでした。では零式の実況に戻したいと思います。
え、ガードスコピオン、お前死んで浴びろ。え、お前もう終わってるよ。え、脱出する方法を探すクッポ。はい、どうすればいいの。とりあえずキングに入れ替えて。いいから下がれ。まあいいや、とりあえず、え、ちょシャタルなガードスコーピオン。え、よ、いやいや、落ち着けガードスコーピオン。あ、おっと、中で、な、あ、な、あ、あ、通れる、任せろ、通れるね。え、あれガードスコーピオンじゃないの、あれ。あ、またこのドラッグが溶けてくれるのを待つしかないってかい。え、バジラミルクポ、ミルミルミルって何ですか。ああ、ここか、オッケー。え、相手しなくてもいいよね、ちょうどいいし、ここを抜けちゃおう。ほら、ガードスコーピオンだ、これどう見ても。え、味方がいて言ってるでしょ。出てこい出てこい卑怯者。え、ああ、大丈夫だ、これ逃げていいわけないよな、あいつ倒せってことかい。え、え、どこだどこだ、こそこそ逃げるな。しのぐクポってか、レブさんやられるよね。え、エイラがいなくなったんだけど。いい、え、え、あいつ何がしたいの。あ、それにしても、あのバジラってやつ、どう見てもですね、 FF7 の最初のボスであります、ガードスコーピオンでしか見えないんですけど。あ、ああ、いいのか。まあいいや、何だったんだあいつは、急に出てきて。まあいいや、まあバジラことガードスコーピオン、あのガードスコーピオンをどう倒すかですよね。確かガードスコーピオンは雷に弱かったのでね、まあケイトの属性だとかね、まあやっていけばまあ一瞬なんですけども。あ、てか属性なんで思い出したんですけども、帝国のあの魔導アーマーって体幹が確か雷に弱かったような気がするんですよね。なので、いちいち凍らせなくても、あの雷を属性だぶつけていけばわりかしすぐに終わるっていうことにね、今更ですが気づきました。あ、あ、びっくりした、ケイト移動したのか。はい、ではやっていきますか。ん、え、急にバーンとか来るのやめてよ、そういうバイオハザード力なことは俺求めてないからね。え、うわ、なんじゃお前は。あ、もう、あ、ホンマモンスターだった。え、ちょっと待って、落ち着いたな。ふう、なんだ、またバーチャルかと思ってた、あれモンスターだったのか。まあとりあえず進んでいきましょう。こっちかな、こっちですね。え、今度はなんだ、ああ、またこういう系か。まあこういう系だったらまだいいわ。レムリーでかいとくか。搬入物資の伝票。あ、なんかこれ重要そうだな。先に進みたいわけだが、こっちでいいのかな。あ、なんかまた誰か来そうだな、構えとくか。あ、またこういう敵か。まあもうこういう敵だったらまだいいか。では先進んでいきますか。待って、あれはもしかして、あ、マジでか。え、かのベヒモスさん、ベヒモス、え、
モス。やらせない。待ってくれよ。待ってくれ。お前にふさわしい相手を今用意してやるぜ。やっぱベヒーモスか。カードベヒーモスさんか。よう、やろうぜベヒーモス。怪獣決戦だ。ふん、あっけなかった。あまりにもあっけなかったな。待ってました。なんか来た。あー、ボスか。しつけのできてない犬ってお前らが捕らえたんだろうが、あれベヒーモス。何使い物にならないからって犬扱いしてんのよ。まあいいや、とりあえず進んでいきますか。あ、ここか。あいつらで殺せぬのか。え、これでは総竜王に申し開きができん。え、何あれ。あ、何あれってか、あれ総竜軍のあれか。うわ、多分セーブポイントだから多分安全ですよね。では、期待に応えます。まあ探検でもしますか。おお、すげえな。ではセーブかけますか。いいね、今回セーブポイント やたら多いのがいいね。いやー、それにしてもな、ベヒーモスをあのタイミングで来るか。ベヒーモスって歴代の FF で言うとわりかし後半に出てくるやつかと思ってたんですけども。まあいや、とりあえずやっていきたいのだが、もう翼竜は飛んでないのかな。飛んでなさそうだな。では行きますか。うん、行きましょう。え、いいんだよね、進んで。あ、ここじゃイフリート召喚できなさそうだな。直接攻めるか。オッケー。あ、こういう策は直接いきます。あ、うわ、なんかいるな。逃げるなら死んでからにしろ。またお前かよ、ガードスコーピオン。死んじゃダメ。お前も序盤の雑魚だろ。序盤のね、ボスとしては有名だったけどな。やばいぜ、誰も死ねないよ。はい、あいつは、まあ、あいつは倒しましょう。あんなやつ相手したくていいか。分かった、ケイト。オッケー、あんなやつ相手したくていいクポ。オッケー、じゃあ先進みましょう。多分今の段階倒せないんでしょうね。では暗殺者だ。どこだ。あ、そこだ。オッケー。オッケー。ではどんどん先進んでいきましょう。あれ、また雰囲気変わったけど。テロリストを殺せ。なんかもうテロリスト扱いになってますけどね、俺たち。まあ白虎もな、ずりーよな。まあ総竜暗殺されたからってな、それを朱雀憎む同士でまあ加担しちゃってさ。あ、なんかセブポイント見えますね。あ、回復ポイントか。あ、なんかまた殺さすいるな。あれ、また雷でやりましょう。いた、ってかめっちゃ強いな。あれ、あ、くっ、あ、間に合わなかったか。くそ、あ、ないでやっちゃった。あ、もうレムさん、直前で解けないでくれよ。直前で解けないでよ。くそ、ここで別れか。くそ、回復間に合わなかったか。即の警察さん、ここでお別れか。この野郎、おとなしく死んどけ。お前はついでにお前もだ。ケイトの敵は俺が取った。くそ、回復間に合わなかったか。まあ、いや、イフリートが生きてるだけでも儲けもんか。
またあれいるな。今の声は聞こえ声のある声か、てか今すげえ聞こえてきたけどな。よく聞こえてるじゃねえか、モグリン、バジュラ操ってるやつの声ですよ。うわ、ケイト、わすいません、自分のボンミスでケイトやられちゃったな。まあ即のケイトこと、まあ俊敏にたけるケイトさんがここでわかるとは。まあでももうアッカドだかアボカドだかわかんないようなやつらはもう出てこないと思いますのでね。まあケイトさんよく頑張った、あとはゆっくりお休み、こっからは俺たちでやる。さあやっていきたいわけだが、てか今俺どこだ、どこにいるんだ今俺。ですね、死亡回数13回とかすげえな。3360ですか。あ、3360ってエリア少ないってことは多分次で終わりなのかな、次で多分終わりそうな気がしますね。ではそれに今の声はって言ってるし、そこに見えてますしね、ガードスコーピオン。あー、なんかこれ決着つきそうだな。まあ気を緩めずやっていきますか。あいつ先回りしてるクポ、覚悟を決めて進むクポ、いきます。さあやろうぜ。やめてくれ。オッケー、こいつ決着をつけるクポ。さあやろうぜガードスコーピオン。俺ガードスコーピオン決着つけてやる。俺とどめだ。俺まだ、俺また呼吸開始か。俺イエーイ、よっしゃ作戦終了。最後イフリートとガードスコーピオンの怪獣大合戦で終わりましたね。危ねえとこだったぜ。こらだが俺もまたこれで強くなれた。はあ、ようやく任務達成ですか。いやーね、一撃どうなるかと思ったんですけども、最後はね、もうイフリートの猛攻のおかげで何とか勝ってたのでね、もう最高ですよ。まあ死んでったケイトとか、まあエースのことについてはまあ申し訳ないんですけども、ケイトさんはともかくエース、お前何もせずに死ぬのは良くない。まあNPC だからまあ仕方ないとは思うんですけども、次こそはエースの活躍が見られるのかな。まあエースファンの皆様、まあ立ち続けに申し訳ないんですけども、まあ次こそはエースは活躍すると思いますのでね、どうか許してください。では先に進んでいきましょう。サンダーロック、 OK、 ガードエンブレム、あ、それでもエースの敵撃破数は達成されたんだ。あー、ここでもうセーブしちゃうのか。どうしようかな。あ、まあとりあえずセーブはするんですけども、まあ今セーブしますね。ああ、やっちゃった。なんだ、ああ、進んじゃった。あ、いや、とりあえずまあ、ここは見ますか。進んでもうた、あ、レムさん、うおハルクさん、うお
え、なになになに、何がこ、デム、あ、マキノの夢だったのか。マキノ、デム、大丈夫か。うん、ちょっと体が重いけど。そうか、よかった。そういえば、ここは？ああ、なんかみんないますね。何があったんだ。待て、それは僕たちじゃない。そうです、聞いてください。出せろ。あ、また総流軍のあれか。ダメです。あなたの言、まずは聞きましょう。ああ、とりあえず救われたってことですね、これで。ああ、よかったな、それはそれで。あの時のデュース、すっごかったね。たく、怒らせたら一番怖いタイプだね、ありゃ。あ、いえ、あの、ただ必死だっただけで。とりあえず、デュースのことは信じたようですね。竜も信じると言ってるとか言ってたわね。そういえば彼女も竜と話せるようでした。それに私たちがした総竜王の部下の話にはとても驚いて興味を持っていました。そもそも総竜の王というのは天使である女王とは違い、今はそんな話いいんだって。で、少し逃走を助けてもらった。まだミリテス領内ですけどね。お、どうした、どっか痛むのか。あ、シャキッとしろよ。そうやって上から偉そうに言うのはよせ。んだてめえ。ちょっとあんた、突然何言い出すわけ。誰があんたをここまで背負ってやったと思ってんのよ。俺のことは助けてくれるんだな。兄さんのことは殺したくせに。お兄さん、マキナ、どういうこと。クラスゼロが俺の兄さんを殺したんだ。お前らがいなければ兄さんは戦場を走り回る必要はなかった。兄さんが死ぬことはなかったんだ。それってスザク解放作戦の時かな。お前らにしてみれば名もないただの兵士かもしれないけどな。俺には違う。俺たちは上層部の作戦通り。いや、お前がそう思いたいならそう思えばいいけど、いくら僕たちを避難したところでイザナは戻ってこない。なんで兄さんの名前を知ってるんだ。そこまでです、マキナ。辛い気持ちはわかりますが、私たちは今大きな問題に直面しています。大きな問題？スザクと連絡がつかない。いくら呼びかけても応答がないんです。え？カリア委員長や倉雨隊長が無事ならとっくにスザクについてるはずだよね。わかりましたか。私たちには過去を振り返ってくよくよする暇はないんです。過去は切り捨てて先に進むしかないんだ。そのために僕たちは忘れるんだ。
死者の記憶を。うるさい。そうやってお前らは兄さんを切り捨てたんだ。少し落ち着け、マキナ。まるで子供のダダですね。悲劇のヒーローがやりたいならミリテスに残って一人で存分に演じてください。あんたに何がわかる。マキナ、もうやめよ。今は少し休んで。マキナ、どこに行くの。少し周りの様子を見てくるだけだ。みんな強いけど、それでも救えないこともあるんだよ。俺はレムを救ってみせる。絶対あいつらみたいに切り捨てたりはしない。マキナ。すぐ戻るよ。マキナね。なるほど。で、結局ここはどこなんだ。誰か説明してくれよ。まあいいや。まあ1000ポイントありますね。さすがに今回やりすぎたかな。まあやりすぎたというか、まあ時間的にもいい感じだと思いますので、今回はこれで終わりといたします。まあ後半にね、なんかマキナのダダが、まあ、走っちゃったみたいですけども、まあダダが走るっていうか、ダダをこねる、まあダダが、まあまあいいや、まあそういう、まあマキナの思惑がね、だんだんクラスゼロと、まあ、亀裂を生んでいくことになるのかな。あ、ここあれか、旧ロリカ同盟領って書いてるから玄武か、ここ玄武領か。あ、ここ玄武領ってことだったのか。なるほど。はい、ですね、まあ後半にね、なんかマキナとクラスゼロとの亀裂が、まあ、走っちゃうところでしたけども、まあこの先、まあどうなることやら、まあ楽しみですね。はい、というわけで、今回の、まあ、今回の実況はこれで終わりといたします。次回、まあ、なんか、蒼龍の城が殺されたとか、なんだかよくわからないけども、まあ、それで蒼龍と戦うことになったってね、まあ、戦うことに なるのかな。まあ、その辺につきましては、まあ、今後の展開に期待しましょう。では、次の動画もどうかよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いいたしましょう。お相手は、スキュアスカでした。チャンネル登録待ってます。バイバイ。